40年前 NBA に属する選手は 100% アメリカ人もしくはアメリカの市民権を持つプレイヤーなのでした。しかしそれから数十年の時を経る中でリーグは飛躍的な国際化の波を受け、2021年には全選手の4分の1もが外国国籍を持つというところまで達しています。そしてその外国人選手の大半を占めるのがヨーロッパ出身のプレイヤーであり、ヨーロッパからはこれまでに数々の NBA レジェンドが輩出されてきたんです。では史上最高のヨーロッパ人選手とは一体誰なんでしょうか。そして彼らの活躍はリーグにどのような旋風を巻き起こしたんでしょうか。皆さんこんにちは、エースです。今日は NBA の歴史の中で最高のヨーロッパ人選手を10人取り上げてランキング形式で詳しく紹介していきます。エース NBA チャンネルではこのようなバスケ好きや NBA 好きにはたまらないコンテンツを配信していきます。この動画では合計2000いいねを目指したいので、よければぜひ高評価をお願いします。では参りましょう。 Let's do this。 まずこの10人を紹介する前に惜しくもリスト入りすることができなかった選手たちがこちら。ニコラ・ブーチェベッチとドマンタス・サボニス、ゴラン・ドラギッチとデトリフ・シレンプ、ドラザン・ペトロビッチとアルビダス・サボニスです。今回はヨーロッパでのバスケットボールキャリアは除き、あくまで NBA で送った総合的なキャリアのみをもとにランク付けを行ったので、そうでなければアルビダス・サボニスやドラザン・ペトロビッチらの選手もリスト入りをしていたと思います。シカゴブルズ2つ目の3ピートに多大な貢献を果たし、 NBA のストレッチフォワードという概念のパイオニアの一人であるのがトニー・クーコッチです。現代にも通ずるバーシティリティを見せたトニーは、身長2メートル11センチながらガードのようにドリブル、シュートとパスができ、なんとポイントガードからセンターまでの全てのポジションがこなせたとも言われています。24歳までにワールドカップ MVP を含め、ヨーロッパでありとあらゆるタイトルを獲得した彼は、1993年に渡米をすると NBA でも即座にインパクトを残す優秀な選手として力を発揮し、ジョーダン、ピッペンとロッドマンに続くブルズのキープレイヤーとして躍進を遂げるんです。1996年にシックスマン賞を受賞した彼は、当時ベンチからの働きに専念していましたが、もしより多くの機会を与えられるチームでプレーしていたら、平気で20得点以上を平均するオールスターになれるだけの力を持っていたとも言われています。本名プレドラグ・ストヤコビッチはリーグを代表するシューターでした。2度もスリーポイントコンテスト王者に輝いている彼は、キャリアで 40% を超えるスリーポイント成功率を誇ったんです。またキングスのユニフォームをまとった前世紀のペジャは世界最高峰のスコアラーでもあり、2004年シーズンには平均 24.2 得点を叩き出し、得点王争いでトレイシー・マグレディに次ぐリーグ第2位にまでつけています。バレリーバッチペジャ looking for the winSeconds to go. Inbound to Peja. Catches. Fire. He got it. And they go now to Stojakovic on the baseline. Tough shot. What a tough shot. I think he was behind the. And Stojakovic had Jackson. Oh, what a pass. Boy, what a pass by Peja Stojakovic.オールスターになるのが困難と言われた強者ばかりの当時のウェスタンカンファレンスで、彼は3度もオールスターになり、ダークと共に2011年の優勝タイトルを掲げる形でキャリアを締めくくっています。2007年ドラフト第48位で指名されたマーク・ガソルはメンフィス・グリズリーズの歴代最高選手にまで上り詰めました。その圧倒的なディフェンス力で知られた彼は常に他のビッグマンを苦しめていき、2013年にはグリズリーズを試合平均でたったの 88.7 得点しか許さないリーグ最高ディフェンスに押し上げた功績から最優秀守備選手に任命されているんです。
センターとして2度オール NBA 選出を受けているマークはキャリアが進むにつれて次第にオフェンス力にも磨きをかけていき、優秀なストレッチビッグとしてラプターズの2019年タイトル獲得にも貢献しています。リーグ屈指のディフェンダーでヨーロッパ人史上最強のリムプロテクターとの呼び声も高いのがルディ・ゴベアです。フランス出身のゴベアは2014年にその高い身長と長すぎるウィングスパンにポテンシャルを見出されて指名されましたが、彼はその期待すらはるかに超えてしまうディフェンシブモンスターへと覚醒するのでした。タウンズ against ゴベア puts a shoulder down rolls inside try to slam it home and Rudy said not tonight down on the perimeter Rudy gets turned around DeLon right blocked oh my where did he come from Lillard will drive and shoot rejected by Gobert and a foul on Simon two time defensive5度のオールディフェンスと4度のオール NBA 選出、そして3度最優秀守備選手として君臨した彼の守備面での破壊力は凄まじく、ゴベアがコートにいるだけでジャズのディフェンシブレーティングが一気にリーグ最下位からリーグ3位にまで上がる具合です。合計プラスマイナスと個人ディフェンシブレーティング、ディフェンシブウィンシェアと合計ブロック数の全てで2021年シーズン NBA トップの座を独占した彼は稀に見る才能でしょう。ルカ・ドンチッチには歴代最高のヨーロッパ出身バスケットボールプレイヤーになれる素質があります。16歳からプロ選手としてスペインのリアル・マドリードでプレーした彼は19歳になる頃にはヨーロッパ最高の選手として名を挙げ、 NBA に来るとオスカー・ロバートソン以来ルーキーとして史上初めて平均20得点7リバウンドと5アシスト以上のスタッツをマークするんです。加えて彼は NBA プレイオフ史上最高の得点関与率の記録も打ち立てています。2021年プレイオフ第1ラウンドのゲーム5にてマーベリックスがクリッパーズから奪った37本のフィールドゴールのうち、実に31ものゴールがルカに奪われたものもしくはアシストされたものであり、その 83.8% の関与率はそれまで不動の記録とされてきたレブロン・ジェームズの 81.3% を上回るのでした。キャリア3年目にしてすでに2度オール NBA ファーストチームに任命されているスロベニア出身のワンダーボーイはこれからさらにどのような活躍を残していくんでしょうか。Doncic step back three, high arcing shot, he banks it in! Oh, Luka Doncic, such a clutch three! Here's your mismatch right here. Now it's Luka, deep three over four! ニコラ・ヨキッチは間違いなく NBA 史上最高のプレイメイキングセンターです。彼が繰り出す多彩なノールックやワンタッチパス、フルコートパスを真似できる者は誰もおらず、稀有な視野を備えるヨキッチはオフェンス面でゲームを完全に支配する力を持っています。So Minnesota passed. Oh, what a pass! Thread the needle, baby! Nikola Jokic. The grabbing. Watch his bleed. Jokic. They double up behind the back.Where's he sitting? Okay, he saw. There's that zone again. Jokic volleyballs it to Najee. Nice tip there. Oh, nice pass by Buddy. Now Jokic sling across. Rivers for three, and he gets it. Junior, that's off. Jokic has it. Baseball pass. Porter's out there, and he puts it away.彼は2021年シーズンに平均 26.4 得点、8.3 アシストと 10.8 リバウンドを最高レベルの成功率とともに叩き出すと、ヨーロッパ人としてたった3人目の快挙となるリーグ MVP 賞獲得を達成しています。
たとえ身体能力が高くなくともコートのどこからでも得点が奪え、周りのチームメイトの力を最大限引き立てることができるジョーカーの今後の躍進が楽しみです。パウ・ガソルは NBA に足を踏み入れた瞬間からその比類のない才能を光らせました。史上初のアメリカ人以外の新人王となると即座に20得点と9リバウンドを記録するオールスターになり、そのままキャリアを通して優秀なオフェンシブパワーフォワードとして活躍の爪痕を残していくんです。特にコービー・ブライアントとデュオを組んでレイカーズを2度も世界制覇に導いた彼の働きは印象的で、ダブルダブルマシーンの全盛期のパウを止められる選手はほとんどいませんでした。Gasol inside, counted and a foul. What a finish from Gasol. Bryant for the lead, misses. Gasol banks it in with 5/10 of a second remaining. Lakers by one. It's not about.またキャリアの中でレベルの高いプレーを続けられた長さも彼の特筆すべき点で、スーパースターとはいかなくとも35歳になるまでオールスター級の活躍を15年以上も遂げたことは称賛に値するでしょう。そんなパウ・ガソルは紛れもなく NBA 史上有数のヨーロッパ出身選手です。2001年に19歳のトニー・パーカーがスパーズに加入した時、ティム・ダンカンはこんなヨーロッパでの細いやつにポイントガードを任せていては二度とタイトルを獲得できないかもしれないと彼をからかった話は有名です。しかしダンカンはすぐさまパーカーの能力の高さに驚かされることとなるんです。彼はリーグでもトップクラスのスピードを誇り、全盛期にはそれを生かして到底止めることのできないスコアラー、ファシリテーターとしてチームを勝利に導くのでした。特にパーカーの緩急の付け方やピックアンドロールでの殺傷能力、そしてディフェンスを無視するフローターは多くの記憶に残っていることでしょう。Duncan free to fire. How about the pass there by Tony Parker? Green, Arbosa defending Parker. Oh, look at the great move by Tony Parker! Oh, what a terrific move by Parker, who has just given Dallas Mavericks ball club. Nash trying to pick up the defense. Oh. Tony Parker left it. Oh, man. Parker, final shot. Let it go. Overtime. Tony on the run. The tear drop. He does it! He got with it! 1.2 to play! In games. Toronto. He's had to be. Here in the quarter, after being 2 of 7 for 3, Parker right down the lane. Basketball, be aware in the corner because he has the ability to make everybody else around him better. Unbelievable, Parker!キャリアで4度オール NBA 選出を受けたトニーは2007年 NBA ファイナルでスパーズを率いる平均 24.5 得点の活躍からファイナルズ MVP にも輝いています。そんな彼は引退する頃には歴代最高のヨーロッパ出身ポイントガードとして名を確立させ、 NBA チャンピオンの栄光を4度も掴んだレジェンドとして歴史に名を刻むんです。2013年にヤニス・アデトクンポが全体第15位で指名された時、彼が後の NBA MVP、最優秀守備選手、そしてチャンピオンになると予想できた者はいなかったことでしょう。そんなギリシャ出身のか細い19歳は努力を積み上げていく中で毎年確実に成長を遂げていき、2017年には再成長選手と初のオールスター任命、2019年にはオール NBA ファーストチーム選出とリーグ MVP、そして2021年にはリーグ制覇を果たすファイナルズ MVP へと花開いているんです。また彼はマイケル・ジョーダンとアキーム・オラジワンに並び、同シーズンで MVP 賞と最優秀守備選手賞を獲得する NBA 史上たった3人目の選手になり、その攻守での信じられない活躍ぶりは唯一無二だと証明しています。 It has been incredible. Here he comes again. Oh, goodness. And the Greek basketball god raining down. High pick and roll. Giannis on the loose.Oh, he did! Oh, Middleton still. Oh, my! There's room now to manipulate inside the mid-range. Oh! Sorry, Hubie. No, no. Each scored 20 or more.
goodness. Are you kidding me?26歳の時点で比べるとレブロン・ジェームズやマイケル・ジョーダンにも劣らないヤニスがキャリアを終えるまでにどのようなレガシーを築いていくかが楽しみです。ルーキーシーズンから引退までの総合的なキャリアを見たとき、 NBA 史上最高のヨーロッパ人選手はダーク・ノビツキーです。彼は NBA の歴史の中で7人しか達成したことのないキャリア合計3万得点のベンチマークを越しており、2007年にはヨーロッパ人選手として史上初めてリーグ MVP トロフィーを持ち上げています。また21年間の NBA キャリアで計14回ものオールスター任命、そして驚異の12回ものオール NBA 選出回数は他のヨーロッパ人選手を圧倒する数字であり、彼がいかに伝説的な選手であったのかを物語っています。Coming off a win against the Blazers against Portland Thursday night. That's guarding Dirk. Elbow left. Spin move. Fading. Hitting. How nice was that? Pass behind his back. See, there it is again. Good job. Ball fake. That's Nowitzki from way downtown. Yes! Come on. You've got to be kidding. Nowitzki with the...Shot clock at four. Nowitzki high arcing three. Oh! A rainbow goes through. Ballas. Nowitzki against Wade. Off balance. It's good. What a shot from Nowitzki. And it's a two-point game.NBA 史上最も身長の高い 50-40-90 達成者並びに3ポイントコンテスト王者でもあるダークは、特に前世紀に並外れた得点力を見せつけていました。その止められない片足フェイダーウェイを武器に、2011年にダラスマーベリックスを背負って優勝を成し遂げたダークは忘れられない選手でしょう。これら以外の選手は誰が思いつきましたか？ルカやヤニスは将来1位の座を奪えると思いますか？ぜひコメント欄に感想や意見をお願いします。動画を楽しんでいただけたのなら高評価、そしてもっと見たいと思った方はチャンネル登録をお願いします。では次の動画でお会いしましょう。エースでした。また。